エマのケーキをゲットしました。ちょっと一足先に到着したのでチェックインをしてエマを待ちたいと思います。景色、あ、桜も咲いてる。うわー、すごい。イエーイ、バス停ガールの到着です。かわいい。めっちゃかわいいじゃん。イエーイ、ういー。石ちょっと顔赤いかも。明るくなんないかな。押さないとなんない。顔は映るかな。あんま映んないかも。私のは。エヴァの方が綺麗かも。ね、いいよ。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。モテる？ちょっと待って、ちょっと待って。これつけたい。風しよう。ハッピーバースデー。おめでとう。おめでとう。イエーイ。ハッピーバースデー。かわいい。いいよね。いいよ、ガールだよ、全然。クイーンもあったんだけど、やっぱエマはガールだなと思ってガールにしました。まだいける。いける。今新宿での買い物を終えてオフィスに戻ってきました。エマが一回家に帰ったので、じゃーん、もう一回桜餅でハッピーバースデーしようと思います。ハッピーバースデー。2回目のやったー。倒れちゃいそう。でもね、エマが買った方。あ、そう。桜餅、今。そうそう。私のやつさ、豆大福だから。豆大福ちょっと蒸しちゃうね。可愛くね。ありがとう、可愛い。今刺した。気づかなかった。私のこれ。いいじゃん。イェーイ。おめでとう。関西はエスカレーターは右側に乗るみたい。左に乗ったら邪魔だったみたい。一番好きな甲賀流のたこ焼きとビクロおじさんのチーズケーキをゲットしたよ。嬉しい。わーい。やった。これを食べないと大阪からは帰れません。最高。今朝の5時21分、今から羽田に向かいます。これからソウルに行ってきます。閉まらない、入れすぎて。ただいまラウンジで朝ごはんを食べてます。時刻は朝7時。朝が早いね。昨日もちょっと夜遅かったので若干寝不足ですが、フライトで爆睡したいと思います。ソウルまで2時間20分とかなんですぐ着いちゃうんですけど、ちょっとフライトで爆睡して元気をためてソウルで楽しみたいと思います。あとフライトまで1時間ぐらいあるんで、ちょっとゆっくりします。今から搭乗します。到着してすぐにもうすっぴんのままナンシクタンへ来ました。サムギョプサルを食べに。楽しみ。はい、いただきます。じゃーん、ホテルに着きました。すごい眺め。うわー、なんと91階。うわあ、目の前ここにロッテワールドが見える。すごい。怖い。ちょっとすごい。うわー、すごいね。そしてなんと嬉しい、ルイ・ヴィトン様たちからこうやって招待状だったりソウルのマップと、これはお財布かな。この2つは何だろう、ちょっと後で開けてみようと思います。嬉しい。すごいね。すごい眺め。わあ、すごい。あ、このリップ可愛いかも。いいよね。うん、いい、いい。すごい合ってる。これは、じゃあ紹介します。れいちゃんが教えてくれました。トムフォードの。まだ、これか。16番。リクイッドリップ、リュクスマット、16番。これ可愛い。すごい自然な。結構パッ、しかもマットだね。結構マット。結構夏新作です。あ、なるほどね。うん、可愛いこの色。いいじゃん。実はその下にさっきオリーブヤングで買った 3CE のスタイルなんだベルベットリップティントビターアワーを塗って、このトムフォードの新作を塗りました。よし、いいじゃん。この色かわいい。これ持ってこう。よし、じゃあピアスを、ここもある、していこう。と大きい方がいいよね。うん、あった方がいいと思う。ね、2つあってさ。こっち？これがそうなってんだ。ちょっと可愛いか。こっちしようかな。で今から私はルイ・ヴィトンのショーに行きます。今回ソウルに来ている理由がですね、ルイ・ヴィトンのプレフォールのショーを今回見に来てるんですけど、なんと橋の上で、ちょっと私も初めて行く橋の上でショーが行われるということで、すっごい楽しみです。今から、ちょっと車で30分40分ぐらい移動して橋の上でショーを見て、今日はその後アフターパーティーに行って終わるっていうようなスケジュールです。楽しんできます。メイクもね、今日は目元をすごいちょっと強い感じにして、髪の毛じゃじゃん、見えるかな、うん、かわいい、はい、髪の毛リボンもつけてお洋服に合う感じでやってきました。では楽しんでいきたいと思います。韓国で初めてカムジャタンを食べます。マンドちゃん、マンドマンド。さて、美味しいかな？どうかな？うん。すごい。アサイーボウル、こんな可愛いアサイーボウル初めて。そしてフルーツとコーヒーです。いただきます。前回来た時はケーキ全部完売だったからリベンジ。ケーキを買いました。この子にした。楽しみ。じゃじゃーん。中にこのミニクロワッサンが入っている。食べるのもったいないね。かわいい。かわいい。ちっちゃい。見て。本当にちっちゃい。見て。かわいい。ちっちゃい。ちょっと食べてみよう。クッキーみたいな感じだねえ。かわいい。あ、ちゃんとクロワッサンだ。え、うまい。美味しい。うん、美味しい。ゆいちゃんもあげる。一個食べて。何これ、かわいい。見て、目ぐらいのサイズのクロワッサン。うん、ちゃんとクロワッサンがすごいかわいい。これ見て、この袋そこものカフェにいました。朝から、タンバリンズ行ってニューベイク行ってジェントルモンスターっていう定番コースに行って、今そこから歩いてアックジョンの方まで来てコルソコモに来てランチします。ランチしたらホテルに戻ってちょっと撮影をして全部のスケジュールが終わります。あ、すごいパリパリちゃん、あ、パン美味しそう。うわ、めっちゃ高い中。イエーイ。うん。めっちゃやばいんですよ。めっちゃ美味しい。うん、すごいねこれ。うん。パンめっちゃ美味しい。甘い。